竜亭種彦天保13年7月19日は、江戸時代後期の下作者、長編合館、偽紫中、源氏などで知られる。通称は彦四郎、別号に、明日木義雄旧、偽紫郎。江戸の本町に生まれ、間もなく、岡勝町へ移った。陽名は、主税、字は高行食力に百票の旗元の一人っ子だった。 完成八年十四歳の時、父神三郎が没し、家督を継ぎ、高谷彦四郎智久を名乗った。眼見ではなく、文部のうちの文に祖師見、少年期から漢跡に通じた。歌舞伎、浄瑠璃を好み、それらの脚本を収集し研究し、伊原西閣、近松門左衛門に傾倒した。教科を、はじめから頃も騎士に、 ついで宿屋良い,い森子と石川正持に学んだ。正持は国学の師でもあった。川柳の賛成川柳の社中に入った。さらに23歳の頃に妻とした勝子は国学者加藤美紀の孫で加藤家の蔵書を自由に読めるようになった。廃書を集め漢画を習ったことも後の出版に役立った。小り性で詮索好きの学級肌だった。 教科の共鳴は、はじめ、柳の風声、後に、心の種とし、竜亭種彦のペンネームは、これらから来る。文化3年24歳の時、特本、阿波のなると他を、翌年、唯一のシャレ本、山嵐他を出版して、カラス亭、縁は、山、東京伝、山、東京山、葛飾北斎、歌川国さだらと交わるようになったが、 文化八年の鈴木包丁はおときれ味以降、豪華に力を注いだ。文化十二年から天保二年にわたって、中編集、小本制、全十二編を刊行した。人気演目の本案を小本風に仕立てたシリーズで、国定の差し絵と相まって、全館歌舞伎趣味に満ち、大いに迎えられた。各編の副題は次。なお、版元は、 旧地の長戸市道西村や余八だった。小本製の先が見えた文政十二年から長編、偽紫田舎、源氏を観光し始めた。絵師は国定、版元は鶴屋右衛門。キャラクター商品が出回るほどのベストセラーになった。田舎源氏が軌道に乗った天保五年から簡単諸国物語の観光を始めた。国内諸国を舞台にした 電気物語集で、絵師は国さだ、版元は、秀久ひ道、山本平吉だった。天保七年の時、浅草堀田た原に、偽紫牢を新築し、長年の御か町から移転した。天保十三年、水野忠国の天保の改革により建築され、間もなく没した。自殺説もあるが、ショックによる病死説が多い。建築は、直接的には、 田舎源氏への言いがかりだった。簡単諸国物語も中絶した。吉弘院伝、伊佐ム誉れ神前古事。はじめ赤坂の浄土寺に葬ったが、明治40年、東京府笛原郡の浄土寺墓地に改装され、現存している。種彦は、まず合間作者とされているが、学識の実った交渉的な随筆類も、少なからず残している。亭亭筆記足。 滝行きなきなどは観光年次が確認されていない。題名の前に種別をつけないのは合間である。ありがとうございます。